やあユナイトのみんな、GPH です。今日もユナイト with GPH やっていきたいと思います。先週のアンケートはパズドラとモンスト、そしてツムツム、この中でどれが一番好きですかっていうものでした。結果はツムツムが圧勝というような形です。2位はパズドラが入りましたね。モンストは僕のファンの方々はあまりやってないのかなというようなところでございます。そして今週のアンケートは海外版のアプリゲーム、マイクラ、キャンディークラッシュ、そしてクラクラ、この3つの中からあなたが好きなものを選んでください。アンケートは僕の LINE アットアカウントのタイムライン上で行っております。ぜひよろしくお願いいたします。最近ですね、ツイキャスにてつむつむのコイン稼ぎを中継してお送りしております。曲はいろいろかけているんですけれども、リクエストなどどんどんお待ちしております。僕もあまり知らないので、いろいろ教えていただけると嬉しいです。そして僕もつむつむのことでお悩みがありましたら、ツイキャスの中でどんどん答えていこうかなと思っております。ぜひツイキャスよろしくお願いいたします。サポーター登録をしていただくと始まった時に通知がいきますので、見逃すことがありません。ぜひよろしくお願いいたします。そして甲子園がいよいよ大詰めでございますね。清宮選手やオコエ選手、頑張ってほしいものです。久々に甲子園でこう胸がドキドキとしています。というわけで皆さん、この動画が良ければグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では皆さん、また別の動画でお会いしましょう。ユナイトのみんな、バイバーイ。